はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KDです。ビジルの続きをプレイしていきたいと思います。前回もですね、洪水地区をこう進んでいたんですけども、途中でなかなか、いい武器を入手できたんで一度帰ってきて、強化をしたとこですね。この双極の斧、敵に攻撃を当てると HP を回復できる。その代わり、ポーションの回復量が減るという武器ですね。では早速、この武器を使って続きをやっていきたいんですけども、まず前回瓶ですね、瓶を投げたんでその報告をしに行こうかなと思います。確か酒場の下にいた人ですよね、女性。この指輪、暁の指輪、もうここ去った方がいいかもしれない。うん、かつての美しい風景が描かれたまばゆい色彩豊かな指輪、日光のように純粋な微光を放つ。マナプラス25。なんで MP かな、マナって。とりあえずいいかな。うん。あ、で、チェックマークつきましたね。よし。では、洪水地区、続きからやっていきましょう。座礁した船。これで切り替えた方がいいのかな。 HP が減ったらこれに持ち帰るとか。いやでもそんなゲートはちょっとできないな。いって、あつやつやつ。これで回復して、なんか雑になりそう、戦い方が。まあもともと雑なんだけど。下行ってないな。
先にこっちかな。見えない。黒い羽のマスク。漆黒のマスク。ミステリアスな雰囲気を醸し出せる。防御はプラス3、強靭度プラス4。呪い耐性プラス 20%。どっちがいいのかな。若干こっちの方が防御力が高いけど、んでこっちかな。これで回っぐるっと回ってきたんだ。よし、レベルアップ。じゃああれですね、そのポーションの回復量、今回復量減ってるんで、これを取って少しでも増やして、待って、なんかボスっぽいな。待てよ、これだ。塩の主ケルピー、湖塩。うわー、まずこいつを当てる。220円。よし、そして痛い。ピョ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 、ちょっと回復しよう。
ちょっと。うわっ。ナイフ。足取られる。ちょっと待って。ここはまずいぞ。ナイフ。待って。動きが。どうなったかわからない。最後、ダッシュを習得。地面で2回方向キーを押すと前方へダッシュ。ダッシュ中にジャンプすると遠くへジャンプできる。方向キー、キュービッククリスタル。そっか。で、ダッシュ中にジャンプすると。間違えた。最後もしかしてギリギリだったんじゃないかな。この HP の感じだと。ちょ、回復しよう。そのキュービ。これだ。奇妙な透明のかけら。少しだけ魔力を秘めているようだ。待てよ、早速ダメだ。下にも行けそうだし、こっちも出れる。待てよ。セーブポイント。何ですか。何ですか。ちょっと回転なら負けない。おお、ちょっと待てよ。こっちダメだ。上に行こう。
あれ？起きてるな。宝箱が開いてる。ん？いやー、ここ、今どこなんだろう、これ。あ、来てる。あれ？ということは下か。来てるっていうことは。まさに船の入り口だ。となると、こっちですね。行って、ちょっと待って。経験値めちゃくちゃ持ってましたね。倒しきれない。痛い。どこ行った。あ、ネズミがいる。死んじゃう。はあ。上から落ちてきたから。あー、下に行くしかないんだ。いや、怖いな。なんだ。よし。いや、なんか BGM が怖い。なんかいる。もうレベルアップ。じゃあさらに回復ポーションの回復量上げて。
うわ、そういう動きするのか。よし、あえてこう座れないと、座れて上に行くとかないか。痛い痛い、なんだ、ネズミ、ネズミの中親みたいなのいる、もしかして。あ、行けない。行けそうなんだけどな、下から。いや待て、敵がいるぞ、中に。鍵がかかってるけど。よし。わあ、どあ、あえて座れて、あ、こ、あ、セーブポイント。こっちは、おお、ちょっ、ごめんなさい、危ない。よし、おお危ない。待って、なんか俺嫌な予感する。
まさかな。連続でボスなんてことは。ああ！マジか。ちょっと待って。まずあれを使わせてくれ。盗むやつ。ゴールド520円。終わったー。待って、俺赤いポーション7個あるんだ。あいで、あっ危ない。強い。後ろに回って危ない。これなんか紫に当たるとまずそうですよね。しないで。よし、かわす。あー痛い。武器を当てて回復。よし、あー痛い。一旦引く。して、あいて、ケルピーの方が強い。あいて、いやーダメ。冗談。あっ、刺激がでかいですね。これ もうちょいなんだけど。よし、取りましたね。オカリナ、これだ。地下墓地、地下墓地にある儀式の石碑の前で使うと、未知の空間に移送される。でレベル上がったんで、マイナス効果の持続時間を短縮。よし、巨大ネズミの子供装飾品。部屋の装飾に。いつになったら部屋もらえるんだろう
またなんか無茶してるよあの人。確実に毒ってるよね。巨大ネズミはひどく凶暴だ。ビネガー、あ、持ってますね。はい。これでどうなるかな？帰ってくれるかな？あ。なんかいろいろと。ドクターに会って疫病がどうなってるか確認。一回帰った方が良かったのかな、これ。あー、これまだだな。まだどっかに行くな、この人。イニシエの封印。あ、これ、ヒルダ関係なのかな？うん、ちょっとヒルダさんに会いに行きたいですね。陰鬱の森。あ、で、オカリナまだあるんだ。またどっかで会いそうですね。ちょっと一回帰りたいんだけど、油断禁物の。気を止めて。うわあ、強い。よし。お。ロングストライダーの指輪？足に生えた翼でどこでも自由に旅ができたという伝説の旅人の守護神から、着想を得た指輪。マップがアンロックされると、身につけたもののこ、お、これいいじゃないですか。じゃあ水耐性、これ外してこっちかな。いるな。待って、一回帰りたいんだけど。ちょっと待って、あいつら味方の押しで。あ、死んだぞ一人。ああ、弓矢は。罠で死んで欲しかったな。
随分活発なスライムだけど、こんなに動き早かったっけスライムって。あーピョ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 、よし、輝く残り火、下水道の、あー行ったか、こいつうまく隠れたな。これで開かなかったとこ開くのかな。あ、痛い、くそ、よいしょ、ここは待てよ、パン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 、あ、セーブポイントだ、一回、あ、あー、届かなかった。上からか、いや関係ない、よし、え、届かない、あれか、ダッシュ、なんでこんな難しくしたんだ、ダッシュ、あ、くそ、ダッシュが出せない、ダッシュ出せない、あ、くそ、よしよし、あー、いや、もしかしてこっち側からだったら簡単にいけるとか、そういうことか。あーあー、あだっ、よし、もうレベルアップ、いやー疲れる、敵が強い、
じゃあこの辺取ろう。被ダメージ反射。この辺かな、この辺でも。これ火こ、あ、こっち来れないんだ。よし、じゃあここからダメージを。よし、これはどこに、いや、ダメだ、終わろう。とりあえず今日終わろう。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。